よろしくお願いします。よろしくお願いします皆さん、こんにちは、えー。明日12月21日水曜日は第22回兵庫ゴールドトロフィーでございます。園田競馬場で午後4時に出走するということで、今回、出走馬の取材情報や直前気配を、えー、JRA 所属馬、地方馬、それぞれの目線でお伺いしていこうと思います。頼もしい見方は競馬エイトトラックマンの高橋健二さんです。どうぞよよろろししししくくおお願願いいいまますす高橋さんやっぱりこのはい 最近はこの交流重賞というのも活発になってきてその中で兵庫ゴールドトロフィーやっぱりこの園田のやっぱクれがやってきたなという感じがしますすよねね、うん、そうです、ね、本当にあの名物レースでもありますし、はい、なんかあの最近はです、ね、その交流重賞なんかを見てても、はいうん、競馬所属でも結構きらりと光るものを見せてくれてる馬っていうのが。ええ だいぶここにきて増えてきたなという感じもありますので、はい、やっぱり中央対地方という構図もね、本当にあのこれからさらに盛り上がっていきそうな、そんな予感もしてますんでね。いや本当ですよね、まあ、今回もそういう競馬になるんじゃないですかね。ねあ <laughs> ということは、地方馬も頑張るというふうに、高橋賢治さんはこの段階で踏んでいらっしゃる。そうですね、それは、まあ、おいおいお話ししていこうと思いうますいただくことにいたしましょう。はい さて、えー、改めましてですね兵庫ゴールドプロフィーなんですけれども、はい、争う距離がダートの1400メートル高橋さんダートの1400メートルというのはもうそのだでもまあ一番メジャーな距離ですよ、ね、そうですよねうん一番レース数も多いんですかねうんおそ、ね、らく必ず何レースかはあるっていう感じですけれどもねですよねそのだというと1400と1870というイメージがあります、うん、そうですね、はい、そのまあ最もメジャーな距離の一つで行われるということでございます。うん えー、負担重量の方がハンディキャップレースになる、はい、で、1着賞金3000万円過去21回がすべて JRA の所属馬が勝利したと、うんはい、いうことなんですね高橋さん、JRA の,の壁というのはなかなか熱いんでしょうか、はい、そうですねあの、やっぱり馬の層も厚いですしやっぱりその地方競馬所属馬と、はい。 競馬所属馬では、やはりあの中央競馬所属馬の方が、あの使える調教施設の豊富さっていうのもありますんでね、はい、やっぱりいろんな鍛錬の仕方ができますし、まあ、それに比べてやっぱり地方競馬となると、はい、少しこう調教施設的には限られた中での調整になるのかなっていう感じはありますんでね、はい、なんかこう現状、与えられた土壌っていうのが、はい、そんなにもう全くこう同じではないっていう中で戦わなければいけないので。はい それ前提に考えるとねあの、中央の壁を越えるっていうのは、まあ、決して簡単なことではないと思います。はい、ないと思いますけれども、うん、ただまあ、中央の、えー、地方競馬の馬の質もね、最近だいぶ上がってきてるなっていうのも、本当に感じられますんでね。 チャンスが生まれてきてもいいんじゃないかなと僕は考えてます全くもって同感ですねまあ例えばこの去年のレースなんですけれどもテイエムサウスダンが勝ったレーステイエムサウスダンと言ったらね、うん、その後フェブラリーステークスに出走してまたこれ構想するわけなんですがそうなんですよねただそこで三着にイグナイターが粘ったんですよね、うんはい、去年はそうなんですよね本当にあの、うん、素晴らしい挑戦だったなというふうに思いますしはい まさにその中央の馬に対して真っ向勝負を挑んでいったというレースが去年でした。あのね、まあ金量がね、まあ、ハンデ戦でもありますんで、このレースは。はい、イグナイターが52キロ、テ、うん、イームサウスダーが58キロ、まあ、2着ラプタスが59キロといってね、はい、まあちょっとこうハンデ差もありました。まあ、そういった中で真っ向勝負を挑んで、3着に敗れてはし,しまうんですけれども、はい、これ、来年以降、本当に経験を積んでいったら、 ちょっとこれ、勢力図変わってくるんじゃないかなっていうような予感はね、十分、はい、に抱かせてくれる、うん、レース、うん、去年の時点でしてるんで、はい、はい、今年は本当、楽しみしみかないですね近年出走してきている JRA の出走馬の特徴ですね、高橋さんはどう分析されてらっしゃいますか。まあそううでですねあの結構地方であの実績を上げててきた馬っていうのも、まあ、年、まあ その,年その年で何んとか縮小してきていますしまあその一方で意外とこう,こういう舞台があまりこう経験がない中すごく可能性は感じさせるんだけれどもコース経験地方の砂がどうなのかなと思わせる馬がいたりですとか意外にちょっとこうバラエティに飛んでる感じであの予想する要素っていうのは実はかなり多いんじゃないかなというふうに思います。 おっしゃる通りですよねでその中央の成績がじゃあそのまんまこのレースで反映されるのかといったら、はい、必ずしもそうじゃないところもあって必ずしもそうじゃないと思いますねまず 1400m といっても、はい、あ中央だったらもうワンターンですけれども、はい、その場競馬場はもう4つのコーナー回りますし競馬が大味な馬っていうのは、はい、あまり向かないのかなって感じはありますねやっぱりコーナーもタイトにできるだけ回ろうという意識が。 必要になりますし、ええ、でやっぱりこう途中から動いても最後までしっかりこう足を持続できるような、うん、そういった素足の持続力っていうのも求められますし、はい、結構あの難しいコースでではあると思うんですよあ<ー>簡単に対応スポンといってすぐ対応できるような、はいえー、コース形態ではない気はするんで、うん、ちょっと地方競馬特有の難しさが。 あるのかなとは思いますねやっぱりどちらかというと、やっぱりこうジョッキーの言うことに機敏に反応して、操縦性の高い馬の方がやっぱりレースしやすいんでしょうね。そうですね、ちょっとこう小足の使える馬の方が競馬がしやすいし、はいはい、組み立てやすいかなというふうには思いますね。はいろいろなこうヒントをですね高橋さんがおっしゃってくださっていますので、うん、動画をご覧の皆さんはぜひそれを参考に、えー、明日予想していただきたいなということを思っているんですけれども。はい、えー 明日のその出走馬、うんはい、ちょっと一回見ておきましょうか。はい、ご覧のメンバーです。はい、ということで、今、出ていると思うんですが、えー、12頭が出走します。うん、JRA 勢からはラプタス、オーロラ・テソウロ、はい、そしてサクセス・エナジー、シャマル。で一方の地方勢からは、先ほども出ましたね、うん、<laughs> イグナイターが出てくると,、はい、ということで。 どうでしょうこの十二頭ざっと見渡して枠順とか、はい、あるいはハンデの重さ等等も踏まえて <laughs> 高橋さんどんな印象でしょうか。そうですねあの枠の並びからすると、うん、結構競馬のイメージはつきやすいかなというふうに思いました。ほう。あの、はい、割とこう対列は目に浮かぶなっていう。はいはいはい。うんまあそうですねおそらくこの馬が逃げて、うんまあ、この馬が二番手かな。 このままちょっと打ち潜っていくのかなっていうのは、なんとなく想像がつくというような。そういった割とわかりやすい枠順にはなったと思いますね。高橋さん、この動画の最後に、核実況していただいてよろしいですか。<laughs> <は>いや、今の隊列が浮かぶっていうから、もうこれも核実況していただいた方がいいんじゃないかなっていう。マジですか。全然聞いてないんですけど。いやいや、あの、今ちょっと思いつきで言ったんですけれども。はい、なんとなく、じゃあ、核辞況とはいかないまでも。はいう 各自としていただいてもいいんですが、はい、えー、行かないまでもその大体どんな展開になるのかというのは、はい、あもうそれはもちろん、ね、説明はさせていただきます。はいですので、よろしくお願いします。はい、さあ、じゃあちょっと高橋さんの注目場を伺っていきましょうか。ははい、はい、はいえー、どうやらあのベスト3方式で今回もやよらしくてですね、第3位からはいをさせていただこうかなというふうに思います、はい、よろししくお願いします。 えと第3位はラプタスですね。位位にララププタタススですおなるほどね、このラプタス59キロ、今回背負うわけですけれどもね、うん、さあ、どのあたりにいいポイントを置いてらっしゃいますかそうですね、まあ、一昨年3着、昨年2着なんで、このコース自体は、すごくあの経験もありますし、結果も出てる。うん うん、そういった意味での安心感はあるかなというふうに思いますそれでですねまああの、うん、コリアスプリントは、まあ、2着と頑張ったんですけれども、まあ、前回の JBC スプリントが、うん、あと11着という大敗しかもある程度こうスタートが出て本当に好意の因というすごくいい位置を取ったにもかかわらず。 まあ最後完全に伸びあぐねてという形だったので、うん、このレースの範囲をまずどう分析するかということなんですけど <laughs> ラプタスってあの、はい、ダートバーにしては結構やっぱりカットした気象なんですよ、ね、あ<ー>1 0 0千馬にもなってるぐらいの馬なんで、まあ、やはりもともとちょっとそういう気象の難しさ荒さっていうのはもともと持ってた馬なんですけれどもそういった馬なので。 意外と長距離輸送に弱いとというか、まあ、長距離輸送にあんまり強くないという側面がどうやらあるんじゃないかなというふうに思いますさすがに盛岡まではちょっと遠かったですかちょっと遠かったんじゃないですかね <laughs> <ー>うんあの<ー>韓国に遠征した時は比較的あの早く、はい、え向こうに入居して、はいつまでちょっと1週間ぐらいまあ期間があったらしくてまあそこでちょっとこう、はい 徐々に最後の方はバーがね、国が,が戻ってきたってことも GA の方は言っておられたんですけれども、そう,んうん、うん、ーーに関してもやっぱりちょっとこう、あまりこう馬体が戻りきらないまま、まあ、レースを迎え、ちょっと本調子じゃなかったのかなという感じがありますので、そういう意味では、まあ、今回は兵庫県、渋、ま、谷、あ、から兵庫県ですから、はい、そう、ね、は本当に短くなる。ええ もともと自分がしっかりこう走れている、えー、まあそういった競馬場で競馬ができる、まあ、59キロも去年克服でき,できているということを考えれば、今回は巻き返す要素っていうのは僕は十分あると思いますし、逃げたほうがいいと思うんですよ、います。逃げたほうがいいと思うので。うん 一番うまくやったら、もう行くしかないですよね。はい、そうですね。うん、で、これがあの、先ほど言った枠順のわかりやすさなんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。もう行くでしょ、これは。なので、僕はこのまま行くのであれば、うん、粘り込むという姿は想定できますし。うん、まあ前回からね。まあ、しっかりこう、調教の方も、あの。はい 詰めてまして、まあこの,まのベストタイムはも半路では50秒台なんですけども、はい、それにはちょっと及ばないかなっていうような感じのまあタイムではありますが、まあ、しっかり中間に負荷もかけられてますしね、はい、まあそういう意味では、まあ、前走からちょっとだけ上積みも見込めるかなっていうような、まあ、そういった、えー、調教もできてますし、まあ、前回の大敗はそこまで気にせずに。 <laughs> うん、ちょっとこう残る目も考えながら馬券を買いたいなっていう馬が僕の中ではラプタスの位置づけですなるほど、はいえー、去年のおそらく夏、うんえー、佐賀で勝ってるんですけれど、はいうん、そこからちょっと勝ち星に見放されているというか勝ちきれないレースが続いていますで、うん、そうです、ねはい、今回これを、まあえーね、全部う払拭して、うん、頭までありうると高橋さん踏んでらっしゃいます。 頭までありうるとは思ってません。思ってない。思ってはないです。あ、そうなんだ。え、言っちゃって大丈夫ですか、それ。これはね、言っちゃって大丈夫だと思います。そうですか。あの、最後。まあ、今日は買い目とか出すのかどうか、わかんないですけども。はい。はい。まあ、自分なりの買い方も、買い目も、最後発表しようかなとは思ってますので。ありがとうございます。はい。え、とりあえず、高橋さんの評価では、第三位と。いう第三位ですね。はい。 さあでは、第2位を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、第2位はシャマルです。シャマル。はいシャマルですか。シャマルですねまたこれもね、あのー、前走がチャンピオンズカップですよ。はい、そうですね。うん、ねぇ、えー、あの純ライトボールとかがあって。 うん、まさかの帝王ケインズがね4着に敗れたあのその帝王ケインズに次ぐ着順5着、ね、はいそうなんですよはいこれは本当に僕予想以上に頑張ったなというふうに思いますうん、うん、あの距離もね、まあ、前走のその前のレースの南部杯から、うん、さらに 200m 伸びてしかもコーナー4つになってっていうことだったのでまあちょっとどうなるか分からないっていう状況で、まあ、レースを、はい まあ移動部っていう形になったんですけれども、はい。ただまあこの馬のレースはしっかりしましたよね。本当でしたね。壊れずこうこまもまれずにこうの外目っていうような、うんうん、あの本当に初めての距離を恐れずに積極果敢な競馬をして、はい、うん。最後ねまあちょっとやっぱり1800メートルを主戦場としている馬との差は出たんですが、うん、ただ結構ね帝王堅守からこう 外から結構かわされそうになりながらもうそっちの場でこう食い下がってで最後もばったり来てないんですよね,ねそういったところに僕はすごくやっぱりシャマルが力をつけてなおかつ本当に G1 レベルでもするまで順調に育ってきたなっていうような手応えを感じましたしその5着はも僕全然 OK で収穫ありのレというふうに思ってます。はい、本当にシャマルとユーマの可能性を広げた レースだなというふうに思いますし。はい。その。二、一走前、まあ、南部杯のお話をさせていただきます。はい。はい。まあ、この時に。イグナイターとは、実は対戦はしてるんですよね。あ、うん、シャマルの方が先着という形になりましたけど。はい、あのね。シャマルは。ちょっと構想の形が限られてまして。うん。もばれたら、ちょっとあまり良くない馬なんですよ。 うん、これはもう本当に松下調教師も常々,常々おっしゃっていて行位、はい、の外目で気分よくすっとこうこ、うん、運ぶことが構想の条件だと、はい、いうことを常々こうおっしゃっているんですけれどもで、まあ、前走もそういった競馬しました、うん、競馬しましたけれどもちょっと道中の反応よくなかったんですよね。うん うん、4コーナー手前からちょっと手が動いてもたつくような感じでイグナイターとの位置関係を見るとイグナイター最内ちだったんで、うん、ロスなく立ち回れてたんですよ。でちょっとシャマルはそこからまあ大体目測で45馬身ぐらい外を押しながら置かれるような形でもねそこから最後伸びたんですよなのでシャマルという馬の底力を、まあ、このレースに関しても本当に見せつけられたので。 本当にあの自分のパターンやったらほんまにしっかりこう力強い走りができる馬だし信頼できるなというふうに思います。はい、であの、もう一つシャマルの本当に不思議なところなんですけども、はい、めちゃめちゃ枠がいいんですよ。あれいつも外ですよね、あの馬。外なんですよ。だから外枠の方がいいんです。はい、だって行為の外をもまれずに運ぶのが構想パターンなんですから。なのであの ずっとね、外枠引いてるんですよね。また七枠ですか。<laughs> そうなんですよ。しかもイングライターの外なんですよ。外ですね。なので、そ<う>おそらく外の馬で、まあ、シャマルのスピードに正直こうついていけそうだ馬もいないので。うんうん、おそらく外から被されることもない枠順を今回引いたんですよ。はいはい。ね、一回だけね、ちょっと内めの、まあ、四枠五番っていう。枠順を引いた東京スプリントの時も、うん、これね、すぐ外に持ち出してるんですよ。はいはいはい。 うん、なので結局やっぱりその,そのパターンにこだわって今までこうレースをしてきたっていうところがありますね。なので今回、あのー、例えば内枠を引くようなことがあったら、はい、まあちょっとどうなるかなっていうふうには考えてたんですけれども、えー、この枠は本当申し分なないですなるほどそうですねなので、まあ、ほぼほぼ力を発揮できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの本当に重箱の隅をつく 感じで、はい、なる点を2点上げるなら、はい、まず58キロが初めて出すそですね、はいうん、これが多少こう微妙に、えー、レースに影響しないかというのとあとね地方を使い出してから、はい、意外と両馬場走ってないんですよねそんなにいつも不良とか不良、うん、とかなんですようん、うん、で一度だけあの両馬場でやった 先玉杯は三区に敗れてるんですよ。はい。うん、なので、その下敗が。両うだったっていうこと。になるとすると。うん、ちょっと胸騒ぎがする。っていう感じですかね。なるほど。うん、ちなみにですね。はい。明日の天気。なんですが。はい、先ほど、あの関西では有名な気象予報士の片平さん。はい。のニュースを私見ていたんですが。はい、明日の天気は。晴れのち、はい、曇りのち雨だそうです。 そうなんですよね。夜ですよね。降るの私。降り出しがいつになるかがポイントですが。そうですね。はい。夜は確実に雨とおっしゃってました。うん。16時はどうなんだという話です,す。ものすごい微妙な時間帯ですね。そうですね。でもそんな一気に降って道悪になるようなね、うんはい、雨量じゃなさそうなので現時点ではですよ。私あのはっきりとは申し上げられませんがまあ、うん、おそらく。 オンまでははいいいかかななんじゃないか、はい、そうですねちょっと雨降るぐらいやったら意外とそのだってパワー型になったりもするので、はいうん、ただまあ僕は本当に重箱の隅を続けばその2点っていうだけであっさり超えてきそうな気もしますけどねうん並びもいい枠引きましたんで、はいうん、やっぱり強敵だなって 強敵だなって言っちゃいましたけど、はい、あまあ1位の馬にとってはね 1>, <laughs> 1位の馬にとってはねそうですねまあただ本当にあっさり勝ってもおかしくない馬だと思ってます、うん、私もう一つだけちょっと伺いたいんですけれどこの状況の隅を続,く、はい、続きついでに伺いたいんですが、はいはい、はい。今回ですねそのチャンピオンズカップから中3周 結構日がまだ経ってないでですすよねねそうですね、うん、この感覚大丈夫でしょうかローテーテションこの感覚は、まあ、ただにちょっとだけ気になるというかうん結構あのうんここに使ってくるんやっていうのは多少やっぱりもうちょっとレース開けると僕は思ってたんでそうなんですよやっぱり賞金を加算しておきたいという意図があるのかねはい、はい、どっか取りに行きたいっていう部分はあったのかと思いますけれども。うんうん まあただ、調教の動きは、さすがにあの感覚が詰まっているので、バリバリはやってなかったですけれども、シハロン12秒0っていう、非常にあのシャープな動きで動けてますので、そらく前走の体調キープではこれてると思います。なので、そこまで気にしなくていいかなって、結局、3ポイント上げられましたけども、結局、そこまで気にしなくてよかったなで終わる可能性っていうのはかなり高いかなと。 持ってはいますけどね。なるほど。うん。じゃあ、まあまだ若いですしね、四歳で。そうなんですよ。ええ、はい。このままもまだまだ若くて伸びしろもありますし、ええ、言うてもキャリアもそこまでね、そうですねあのたくさん経験を積んでるわけじゃないので、まだまだスケールアップしていく馬、まあ。まあ今の時点でも十分強いですけどね。はい。そうですね。若い頃はね、一晩寝たら大体疲れは吹っ飛びますから。<laughs> まあそうですね、シャ、ね、マルも多分も疲労抜けてるであろうというところなんですがただこのシャマルが高橋健治さんの中ではまあ2番手評価なわけです、ねはい、2番手評価、はい。これを凌がする馬がいるということで、はい、この動画をご覧の皆さんは何だと思いますか私はうすうす 薄々あの馬じゃないかというふうに思っております。そうですね。まあ、ちょっと感情が序盤から溢れててるので。<laughs> でね、まあ、ばれてるとは思いますけれども。はい。はい、では、発表していただきましょう。はい。次はどの馬でしょうか。ええー、イグナイターです。イグナイター、来ました。<laughs> はい。 イグナイター、いや、よかった、イグナイターで、いや、もう本当にね、これで奈良とか言われたらどうしようかと思ってましたけど、イグナイター、まあそうですね、そこでボケなくてもいいかなと <laughs> イグナイター、そうですね、普通に答えときました。いや、でもこれね、地方馬ですよ。そうなんですよ。いや、イグナイター行きます。イグナイターは十分チャンスあると思いますよ。<や>あのー、 そうですね去年は本当、まあ、最初にも言いましたけれども、完敗でしたよね、うん、52キロで、まあ、58キロの馬、59キロの馬に負けたわけですから、はいまあ、それと、まあ、やっぱり自分のフォームでね、やっぱりあれだけの完璧にやっつけられたっていうところで、うん、まあ、まあ、現状の力は、まあ、出し切って、もう本当にしょうがないな まあこれから力をつけていけばいいのかなっていうふうに僕は思ってたんですけれども、はい、あのね僕本当にねちょっと心が熱くなったというか、はい、そう思ったのがあのその昨年の兵庫ゴールドトロフィーまあ本当に乾杯して、はい、まあまだちょっと差はあるのかなって思った時に新しい調教師が SNS で本気で悔しがってたんですよ。本当にもうクソ悔しい はい、なのであの僕はやっぱりその心意気がないと中央馬に勝てる馬って作れないと思うんですよね、はいうん。なのであの中やっぱりあの先生はすごくそういうのを考えて中央の馬を任すにはどうしたらいいかっていうことを考えながら。 本当この1年イグナイターっていう馬を作り上げてきたなというふうに僕は思いますし昨年の,その新先生の SNS の発信を見て僕ちょっと新先生のファンになったんですけど、はいうん、なのでおのずとねやっぱりイグナイターはずっと応援してましたし注目もしてましたで、まああのまあ、黒船賞を勝って、まあキタた、はい、記念勝ってっていう順調にね、はい、実績も上げてきましてまあ 1> 1挑んだわけじゃないですか、はい、南部ハイ、そして JBC スプリントと、南部杯に関して言えば、本当にあの大健闘だったと思います。あの好意の印を上手に立ち回ってましたし、最後やっぱり伸び負けちゃいましたけれども、うん、ただそういった中でしっかりこう最後までしぶとく足を使ったとっいうのは本当にそうでしたね。 まあ比較的同じような競馬にはなったんですけれども若干やっぱり1200メートルは忙しいのかな、まあ、忙しいまでいかないですけどねついてけたついてけてたんですけども、うん、最後の最後でやっぱりちょっと中央馬の速さに負けてしまった部分は正直ちょっと否めない、うん、ただあのねここにそう僕が思うのはあのポジションから外に持ち出せてたらどうなってたのかなっていうああはんですよ。はい 意外と、あの、ンで、窮屈でなまま、そこからこうしぶとく、そのポジションをキープしたまま足を伸ばしてくるっていう競馬を、ここに戦続けてるので、ここから何かどこかにスペースを見つけて、外に持ち出す競馬ができていたら、最後の伸びはどうだったのかなっていうのは、ちょっと考えてしまうところではありますね。ただ、やっぱりあの実績をこの1年積み重ねて、持つんで、体力もついてきたということで、 であの中央の馬、まあ、実際あの、ね、ああののね重症レースでも負かしてますしなんだろうこうこ勝るとも劣らない体力ですとかまあ力強さっていうのは身につけてきたなというふうに思いますし、まあ、今回はね去年よりまあさすがに実績積んでる分あのハンでも5キロ軽くえー、重くなりましたけれども、はい、まあただ、やっぱりそれだけ子どもが強くなってきたなっていうそういった証明でもあると思いますしまあ 1400メートル、の田の1400メートルは、もうこのままのホームですからね、はい、ホームで戦える強みを存分に生かして、競馬ができれば大仕事も十分あるんじゃないかなと思いますそのはね、本当に5千走って4回勝って、唯一敗れたのが去年のこの兵庫ゴールドトロフィーだそうなんですよ、うんもう本当にホームグラウンド強、ね、ホームグラウンドですよね。うんうん まあゆくゆくはね本当にフェブラリーステークスあたりをね積極的に狙っていってほしい馬だと思うんですけれども東京競馬場の 1600m って新馬勝ちしてる馬ですからね実は元は、はい、元々はね。ねなのでねまあそういった部分に帰っていってそこで同じ舞台で走って g 1を勝つっていうドラマもちょっと見てみたいなっていうかやっぱり妄想想想像ができるぐらいのところにこのイグナイターは来てると思うので。うん 今回あたり僕は本当ににチャンスだなといいううふうに思いますで、はい、一つだけちょっと気になるところはあるとい例えば、はい、対シャマルなんですよ。僕やっぱり<ー>中央バーで一番意識しなくてはならないのはシャマルで、うん、対シャマルをどう考えていくかっていうのが今回のイグナイターの最大のポイントだと思うんですよ。はい、で枠の並びに見るとあの、まあ、イグナイター自身はシャマルの内でも外でもどっちでもよかったと思うんですけれども。うん シャマルサイドからイグナイターを見たときにおそらくシャマルが嫌やなって感じるのはイグナイターが外の方なんですよお。だってシャマルはもう外で揉まれない競馬をしたいわけですから。あそうかそうかさっっっきおししゃってましたねそうでそ、ねうんはい、らく序盤早めに出していくのはイグナイターの方ですからなのでまあそうですねでもまあそうやなシャマルもスタート早い馬なので、うん。 こうの外を取る可能性っていうのは、すごく高いと思いますけれどもね。うん、はい、シャマルを考えた時に、シャマルが嫌なのは実はイグナイターが外にいる方だったんじゃないかなと。まあ、そのあたりだけですかね。うん、うん、どうですか、このイグナイターへの期待ですよね。はい、うん。中央を久しぶりにこう中央馬をね、その他の馬がこう破るっていうこのドラマ。もありますけれども、うんえー。頭があるという見方ですね。はい 頭ありと思いますよ、全然。勝つのがイグナイターっていうのがあるってことですよね。もうあると思います。うん、はい。いや、いいですねあの。そこまで簡単ではないかも分かんないですけれども、はい、十分に可能性はあると思ってます。敵はシャマルだな。そうなん敵はシャマルなんです、本当に。イグナイターサイドから見ればね。はい、だと思いますよ。なるほどね。いやちょっとあの展開の話をする前に。 はい、今3頭出していただきましたよね。はい、どうです ?3 頭以外でちょっとこれ気になる馬いるなっていたらお話いただきたいんですが、うん、気になる馬いませんかまあそうですねあのー、まあオーロラテソーロっていうことになるんですけれどもこの馬はえっ、ー、とまあスピードっていうことに関して言えば全然上位。 にランクされる馬だとは思うんですけれども。はい、ただまあ、まずコーナー四つと経験がそもそもないんです。ないですし、やっぱり千四百メートルっていうのは。勝ち倉はあるんですけども、実は両馬場の千四百メートル勝ったことがないんですよ。あ、そうなんですか。えー、そうなんですよ。うん。 こも知らなかった。意外とね、あの足抜きのいい馬場で1400メートルでも勝ってるんですけども、うん、足抜きのいい馬場でしか勝ててないんですよね。1400メートルに関しては。なるほど、はい、うん。なので、やっぱりパワーよりスピードの方が勝ってる馬というような解釈でいいのかと思います。うんえー、まあいい成績もどちらかというと1200メートルに固まってますし、まあコーナー4つの1400メートルで。 なおかつちょっとこうタフな馬場になった時に僕はどうなのかなっていう感じがちょっとしてるのでまあ前走のねまあ大阪杯もえまあ東,京東京杯かごめんなさいちょっと足抜きのいい馬場だったのでクラスターカップもそうですしねクラスターカップ当は本当に盛岡競馬場結構時計早いんでねそういう意味ではこの馬の本当にこの馬の適性にすごくあのフィットしたまあそういう。 馬場,場状態と距離だったなっていうふうに思うんですけれどもパワー勝負というかしぶとさ比べになったときにちょっと僕は割り引かざるを得ないのかなっていう感じは現状してます、うん、あと私の気になる馬はウィット言っていいですかはい、うん、お主何者 <laughs> お主何者この馬デビューされて、はい、えやたら強くていや将来的にかなり強くなるんじゃないかと思ったんですけど、はいうん いつの間にかこう金沢の馬になり、はいそうですよね、うん、でここに出てきていてはいはだって全然そうだって今年のアイビスサマッシュとか走ってましたよねそうなんですよ実は走ってたんですよねですよねそうなんですよ <laughs> いやダートのここを使うんだっていうなかなかびっくりしたところもあって、はいうん、お主何者は さんは、えっとね、今のリアクションを見ると、えー、全く考えていなかった感じで全く考えてなかったですね。<laughs> いやまあ、前奏ね、あの前奏、兵庫、はい、の出るのは知ってますけれども、はいうん、ただ、まあ、そこであまりこう見どころを作れなかったというか、そうなんですよね感じなので、ちょっとこのメンバーに入ると足りないのかなと、単純には思ってしまいますね。なるほど、そうか。はい、忘れてください。 <laughs> はいすいません <laughs> でも分かりませんよ、出走馬12と23ね何が起こるか分からないというのがこの、ね、はい、この今年の競馬で思い知らされたことの一つでもありますのでね。ということで、えー、解説をいただきましたけれど、はいそろそろ展開の予想をお願いしす、はい、よろしいですか。はい おそらく僕はもうこの枠なのでラプタスがいくと思います。はい、であのー、オーロラテソロに関して言えば、はい、まあスピードは本当にありますんでラプタスについていく形で2番手。はい、でイグナイターはあのーまあ、枠の並びからすると外ちょっとややこ外目なんですけれどもうちの馬よりは断然早いと思うんで。うん そこから徐々に徐々にこううちの方に収めていって好位の印あたりを取るでそのあとそ,、まえー、その外かその外にシャマルが収まるというなるほど対レスに僕はなるんじゃないかなと思います。はい、であのまあイグライターはねここのところ好位の印であの待機してっていうような競馬ができてるんで、まあ、砂をかぶる形とかもねもう全く問題ないと思いますし。 あとはちょっとこう外に持ち出してシャマルとこう馬体を合わせるようなシチュエーションをしっかりこう作れるかどうかっていう、はい、勝負になって、まあ、直線はそのシャマルとイグナイターの叩き合いで、うん、逆にはなんとなくラプタス粘るという。でまあシャマルとイグナイターはどっちが勝つか正直断言はできないなというところなのであのもう本当馬券の話もしちゃいますけれども、はい、馬券買うんやったら えーとイグナイターとシャマルを1着2着で固定して3着にラプタス1等っていう結局だから2点になる<点>、うん、その馬券は買うんじゃないかなと思いますラプタス3着固定でイグナイターとシャマルの折り返しというか折り返しですですねはいなるほどお主何者は入れなくてもいいですか <laughs> お主何者はちょっと厳しいと思いますすいません <laughs> はい、<laughs> じゃあまあ、えー、いずれにしても、はい、イグナイターがシャマルを最後の直線で、まあ、競り落とせるのかどうかそしてそ、ねはい、地方馬としていや地元園田の馬として,初めてこのレースを勝利で飾るのか飾ったらいや本当にこうさっきおっしゃいましたがフェブラリーとかも面白くなりそうなね。そうですね で去年もね、本当に TM サウスダウンが本当いい競馬してますから、つながるレースにもちょっとなってきてるのかなというふうにも思いますし、ええうん、やっぱり地方の馬が本当にあのこれだけねあの、中央の壁に挑み続けて、うん、本当にこういう馬と対等に走れるようになってきた姿っていうのは、僕は本当、感動的すらありますし、はい、すごいことだな まあ簡単なことではなかったと思いますよ、なかったと思うんですけれども、うん、本当、すごいことをやってきたなと、イグナイターに関しては思うんで、そうですね、本当、このま,まのチャレンジャーであり続けるところが本当に僕は素敵だなと思ってて、その,の感報われてほしいなと思いますね。全くの同感です はい。で、さっきあの高橋さんもちょろっとお話しされましたけれど、はい、イグナイターが出走した後にいつも新しい調教師がツイッター更新して、そ,それがことごとくう胸に刺さるんですよね。そうなんですよ。うん。僕本当あの先生大好きなんですよ。わかります。はい。イグナイターは本当応援したくなるですが、まあね、果たしてどうなりますか。 JRA の競合4頭が参戦して、それを迎え撃つイグナイター。さあ、イグナイターが中央勢を一周するのか、明日第22回兵庫ゴールドトロフィー、16時発送ですので、えー、皆さん、ぜひ、園田競馬場でレースを見られる方は生観戦していただければと思います。でもし、えー、来場するのが難しいという方は、ですね即パッドの会員の方は、JRA のネット投票でも、当日の園田競馬、全レース。 ののが購入ででききまますすぜひお楽しみいいいたただきたいと思います、えー、っとパッドで、即パッドで買う場合は、ちょっとだけ締め切りがあの早くなりますので、そこら辺だけ皆さんいい、うん、そうですよね。思、はいます。さあということで、えー、兵庫ゴールドトロフィーの話をしてまいりましたが、今回はさらにですね、高橋さんに、はいはい、今週末12月25日に開催されます、うん、有馬記念についても、 うん、ちょっとだけ見解を伺いたいなと思っております。あ、そうなんですね。りいましたええー。現時点での注目場はい。何でしょう。えっとね、あのー、明日。追い切りがありますんで。そうですね。そうなんですよ。なのですごく僕も楽しみにしてるんですけども。まあ、それより前の。 注目場ということになるんで、そうですね。角川かは、その追い切りを見てから決めるということにはなるんですが、はい、もういいですよ、高橋さん、ですから逆にね、うん、もう気楽にいっちゃってください。気楽な感じで。に言わせててももらっいいいでですすか <laughs> もちろんでございますはい、僕は、ボルドグ風刺にすごく注目しています。福永雄一ジョッキーラストアリバはいというだけではなくて、あれなんですか、うん、高橋さんなりのこの、何か推し材料があるんですか いやーまあ前走の菊花着もすごく中身が濃くて強かったなというふうに僕は思うんですけれども、はい、なん菊花翔の動きはまだ合わせんはしててもずぶいのかなっていうようなところがちょっと残ってたんですけれども、うん、とにかく一周前追い切りの動きが素晴らしかったです若干内目は回ってるんですけども上がりも35秒台にまとめてきましたし、うん、今までにない瞬発力でスパッと切れましたんで。はい だいいぶ馬がが変わってきてるなってててきるななううような印象があります、ねうんうん、あの、まあ、もちろん三歳馬なんでね今が本当にあの成長期でぐんぐんこう勢いに乗っていくところだとは思うんですけれども、うん、今年の三歳馬レベルが高くてやっぱりイクイノックスあたりがすごく大注目はされてると思うんですがこの馬も十分僕は有馬記念の舞台設定だったら可能性が今はあるんじゃないかなというふうに考えてますんで。 うん、ちょっと注目したいなというふうに思います。なるほど。現時点での注目ということで、はいえー、ご覧いただいている方、誤解されてほしくないんですが、えー、本誌の丸が、えー、な印が二十丸じゃなくても文句言わないで。あ、あの、有馬記念は僕本市、本誌じゃないんだ。あっ、気楽に打てる立場ですね。ラ楽に打てるっていうのもちょっと違う気がします。毎回ちゃんと打ってますよ。 これで要はあの明日の追い切りを見て、東西の追い切りを判断した上で、印を最終的に決定するということなんですが、うんはい、そうですね、はい、すごい時計出ましたけどね、1週前は。俺、独封集独風習は。はい。ラスト1波の11秒1とか出てますからね。<ー>まあ、こんなに攻めよ走ってたかなっていう感じがありますけども。あとね、ちょっと調離から注目ポイントが一つありまして、実は。 なんか日曜日に結構な時計出してるんですよね。おお<ー>販路で<ー>ここまで攻めてやってきたかっていうのはちょっとありますね。お<ー>なので。それを経ての。まあ、明日の追い切りになるんですけれども、イ、うん、クイノックスもちょっとどう変わっていくのかな？っていうのは楽しみではあります。いずれにしても3サ,サイバーのここに来ての充実ぶりっていうのが。 やっっぱりちょっと若干目立ってるかなっていうふうに全体を見渡しても思いますんで、はい、いや楽しみですね有馬記念めちゃくちゃ楽しみですうんめちゃくちゃ楽しみですなだろうが本当に今年、えー、まあ去年も本当すごいメンバーでしたけれども、はい、今年も本当に負けず劣らず楽しみなメンバーが揃ってくれましたんで、はい、まずは明日当ててそ,うですその資金を作って有馬記念にぶつけられればないいうふう思います だって明日ね、高橋さんは2点で勝負されますから。あ、そうですよ。ねほぼほぼ決まってますから、もいや、すごい、もう、シンプルで分かりやすい。でしょう。で、2点で勝負して、資金をちょっと増やして、そのまんま、有馬記念に、どんどん。はい。で、実はそのあたりも、ホープフルが待ってますから。はい。ええ、ああ、もう、おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。おめでとうございますですか。もう取ったも同然です、高橋さん。 まあそうですね。いや明日に関しては僕まあまあ自信ありますけどね。あ、そうなんですね。割とこれこの二点で大丈夫ちゃうかなと思ってます。<あ>はい。決め打ちですもんここは。いやいやいいと思います。あの、はいはい、ご覧の皆さんにとっては本当に参考になる情報、それから買い方だったと思いますので、えっ、ー、とぜひ高橋さんの買い目に乗る方は乗っていただきたいと。 いうふうに思いますえー、今日は K バイトトラックマンの高橋健二さんをお迎えしてお送りしました高橋さんどうもありがとうございましたありがとうございました